ねえ、エスカちゃん、ちょっといい？何ですか、マリオンさん。何かミスでもあったか？実はね、こないだしてもらった報告なんだけど。ああ、すみません。まだ何も話してないわよ。すみません、マリオンさん、まったく。少し落ち着け、エスカ。ほら、深呼吸して。はい。それでこの間の報告がどうしたんですか、マリオンさん。ああ、そうそう、その話よね。あのね、エスカちゃん、採取物の性質を細かく報告してくれるのはすごく助かるわ。でも。え、本当ですか、ロジーさん。私褒められちゃいました。落ち着け、エスカ。話には続きがあるぞ。あ、はい。その日のお昼と活動との関連性についての考察は。マリオンさんもそう思います。実はすっごく関係あるなって思ったんですよ。特に食後のお菓子の効果は。結局報告書にまとめたのか。もちろんじゃないですか。役に立ったならよかったです。いいか、エスカ、次から報告書で迷うことがあったら俺に言え。完璧な書き方くらいなら教えてやれる。本当ですか、ロジーさん。ロジーさんってやっぱり優しいですね。私頑張ります。そういうことだからよろしくね、ロジ君。しっかり面倒見てあげてね。あ、わかりました、任せてください。実際そそっかしくて目が離せないんだよな。今までいなかったタイプだし。